見つけたぞ。お前一体誰の差し金だ。ここで何してる。力になりたくて。そいつを渡せ。逃げろポイベ、早く。それ以上近づくな。ああ、勇敢だな。無知で撃たれたいのか。商人はお前を連れ込みたがってるぞ。冥府で腐り果てるまで待ってろ。お堅いな。ここはコリンティアだ。このアンドロンでは何でもあり、それで商人は満たされる。やつと同じくらいのクソ野郎だな。商人が目をつけた者はみんな特別扱いを受けるんだ。お前がそれを望んでると伝えよう。あんたはこの私が特別扱いしてやろう。覚悟しろ。カサンドラ、お友達が先に来てるわ。無事着いたか。しかも早くね。近道は全部知ってるから。ごめんカサンドラ。次は私の言うことを聞くんだぞ。わかった。これはお前のためなんだ。特に今回はな。何があったの。実は商人の部屋に行ってた。あんたはそこに連れて行かれるところだったんだ。嘘。事実だ。あんたの客がそう強いられてた。これを見つけたぞ。どういうこと。商人が黒幕ってことだ。奴はあらゆることに首を突っ込んでる。これでどうすればいいか分かったわ。奴の狙いもね。奴はもうあんたに関わらない。約束させた。あなたのことは本当に信頼できそうね。そう簡単に脅されたりはしないからね。リテ様、クレイオンが早く戻ってきますように。なぜ神々に頼む必要があるんだ。その使者がここにいるじゃないか。なぜ困ってると分かったの。暗捜査に手伝うよう言われた。仲間のクレイオンが今朝の祈りの時に顔を見せなかったの。家にもいなかったし、探しに行きたいけど私だけじゃ何もできないだろうし。さらわれたのかも。聞いて回ったの。お客の一人が船に乗せられるクレイオンを見たって言ってた。そいつらは武装してたから何もできなかったって。彼女を連れ戻すためならいくらでも払うわ。武装してたって。船まで案内してくれ。クレイオンを連れ戻そう。誰がさらったと思う。商人に貸したのに狙われるのはこれが初めてじゃないわ。今までこんな風にいなくなった者はいないわ。次は自分だって怯えてる人になる。コリントスの評判は良くないけど、昔からではないの。以前は安全だったわ。商人か。なぜここに来たのかはわからないけど、コリントスが荒れた原因は彼よ。あれよ、お客が言ってたのはあの船。お願い、彼女を無事に連れ戻して。出港に備えろ。私がならず者だって。それは傷つくな。
何を言ってるの。お願い、巫女のストーンに向かってたの。あそこは安全なのよ。連れて行ってくれたら用意してたお金はあなたに渡すわ。暗捜査が面倒を見てくれる。コリントスに戻るんだ。故郷じゃないか。なら勝手に連れて行けばいいわ。抵抗はしない。クレイよ。ああ、何かされなかった？無事に戻ってくるように祈ってたのよ。ええ、大丈夫よ。傷一つないでしょうね。無事に連れ戻す条件で1ヶ月分の給料を払うと約束したんだから。そうなの？当たり前よ。大切な仲間なんだもの。クレイオが戻ってくれてよかった。手間賃としてこれを受け取って。あんたたちの幸運を祈る。かかってこい。まるでスパルタ人の戦いだな。覚悟がある。それはお互い様だ。罪のない者たちも燃やされた。倉庫の中の人たちか。もう逃がしたぞ。良い兵士は命令で動く。偉大な兵士は二歩先を読んで動く。助かった。カサンドラだ。あんたが何者か分かれば礼を言うところだが。スパルタのブラシダスだ。コリントスでは見ない顔だな。密偵なのか？いや、スパルタの古い戦略だ。好きにやる。コリンティア人の方は暗躍が好きらしいぞ。暗捜査はあちこちからヘタイラに監視させてる。暗捜査か。共通の敵がいるのに意見があった試しはないな。商人か？葬ることには同意するが、やり方に賛同できない。スパルタも商人の問題を抱えてるのか。奴について知ってることは？奴の武器は影響力が大きい。スパルタは同盟関係にあるコリントスを守らねばならない。それなら暗捜査と協力し合うべきだろうね。彼女のやり方では商人が街中で処罰される。スパルタとしては静かにやりたい。奴をどうするつもりだ？商人はコリントスを支配している。流血を抑えて排除したい。やつと手下を殺すのはあんたの方針とは合わないと思うが。他の方法ではうまくいかなかった。何があった？やつの組織の幹部を捕らえた。市民を武装させもした。都市国家まで対立に導こうとしたが無駄に終わった。あとはあの首を跳ねる以外にない。それなら聞く。コリンティアの聖なる洞窟へ奴をおびき出し決着をつける。私がコリンティアを去る頃には
商人は死んでる。そうなればスパルタは感謝を述べる。私はスパルタ人だったんだ。だった。子供の頃、タイゲトスさんから落とされ、見殺しにされるまでは。お前はニコラウス将軍の娘なのか。スパルタ中が知っている。まさか生きていたとは信じられない。生き延びたんだ。これまでの時間を私は自力で生きてきた。そうか、スパルタ人であるかないかではなく、内面がお前を生かしたんだな。母のミュリーネを探してる。暗捜査が唯一の手がかりなんだ。ああ、ミュリーネか。父を知ってたのか。忠義に厚い有能で頑固な将軍だ。その忠誠心の報いも受けた。姿を消し、死体も見つからずじまいだ。死亡したことになっている。いいんだ、子供の時以来会ってないしな。ミュリーネについて何か知ってるか。あんな悲劇を一人で背負うべきではない女性だ。あの夜にスパルタを去ったとも聞いた。誰もミュリーネを忘れていない。母はきっと忘れてほしかっただろう。過去には戻れない。故郷を追われた者はいずれ戻る。神々の試練がただあるだけだ。もっと楽な道にしてほしかったよ。顔を上げろ、スパルタ人。楽なものなどない。じゃあな、ブラシダス。また会おう。お前と共に戦う勇気を見せてくれ。計画は順調だな。商人の手下に襲われたぞ。聞いたわ。あなたが軽くあしらってやったこともね。コリントスでは前も戦った。最後でもないわ。劇場で商人を糾弾するのよ。記憶に残るようなコリンティアの劇を手配しておいたわ。ブラシラスは商人の死で混乱が起きるのを心配してるんだ。奴の死を願いながら処理は静かに行いたがってる。彼はスパルタ出身よ。コリンティアではコリンティア人のやり方でやるわ。ブラシダスに賛成だ。聖なる洞窟に連れて行こう。計画と違うわ。商人の存在は抹消すべきだ。人目のない場所で戦って奴は死ぬ。単純な取引だと言ってただろう。わかったわ。聖なる洞窟で会いましょう。ねえ、お前に勝ち目はないぞ。お前か、コリントスの諦めに現れた半身というのは。俺の部下を殺し、寄生虫どもに手を貸してるらしいな。そうだ。ああ、その目、母親にそっくりだ。お前の好きになんてさせない、この豚野郎。いや、俺の好きにさせてもらうさ。その汚い手を。そして、お前のその頭をもぎ取って、コスモスの門徒に証拠として送ってやろう。何？まさか母を。ああ、知ってると思う。本当に面倒な女だった。だが借りは返してやる。お前の相手が済んだら、お前の頭を手土産にあの女を探すとしよう。デイモスの奴にも見せてやりたいね。先にそっちの頭を渡してやる。俺の町から消えてもらうぞ。もうあんたの町じゃない。そんな奴だ。笑わせるんじゃない。待って、コリントスの人々に奴の死を見せないと。暗捜査。劇場まで奴を連れて行きましょう。奴の醜態を見せてやるのよ。
ダメだ。奴の死を望んでたんだろう。ほら、死んでいく姿を晒せなかったのは残念ね。町中に奴の叫びを響かせたかった。奴は死んだ。あとはあんたの好きにすればいい。ええ、そうね。奴は死んだ。死体を広場へ運んで、せめて民衆にこの姿を見せるのよ。カサンドラ、お返しに情報をあげるわ。あなたのお母さんの話をしましょう。他の場所で。感謝しきれないほどのことをしてくれたわ。今回はアルキビアデスにもお礼しないとね。あなたをよこしてくれたんだもの。あいつは見かけによらないんだ。彼はあなたの力を理解してたのよ。みんなが得をする。まあそういうことだ。あなたは取引相手としては最高だわ。取引の話をしよう。貸しがあるよな、暗捜査。ミューリーネのことね。コリンティアに来てすぐに出て行ったけど、印象に残ってる。まるで嵐のようだった。その部分はよく覚えてる。強く激しい女性だった。コリントスで落ち着く場所を見つけたがってたけど、それは見つからなかった。好意的な口ぶりだな。友人だったのか。表面的にはね。でも彼女は大きな苦悩を抱えていて、それを誰にも明かさなかった。知り合った経緯は？あの夜は随分と雨が降ってて、路上で寝ていたから雨宿りさせたの。路上で生活してたのか。父さんが知ったらどう思うだろう。何があったのかはわからない。彼女を苦しめた場所から逃げてきたとだけ言ったわ。スパルタからね。仕事はあったのか。人付き合いは避けて、いつも港に注意を払ってた。私たちといてもよかったのに、別のことを求めてたんでしょうね。過去の話は何かしてなかったか。夫や家族の話を。何も。スパルタの話をするのは辛そうだったわ。体の一部をなくしたみたいに。コリントスの後はどこへ行ったんだ。それはわからない。何か手がかりを残したはずだ。本人も行き先を知ってたとは思えない。サイコロで儲けて船を手に入れたことしか知らないわ。テュケイにはそれだけ貸しがあったのよ。船の名前はよく覚えてる。セイレーンの歌。セイレーンの歌。ポセイドンがどんな嵐を起こそうと耐え抜くことで知られてた。ありがとう、暗奏さん。神々のご加護がありますように。カサンドラ、いつでも会いに来て。コリントスの近況を教えるわ。私には興味深い将来が待っていそうね。私にもだ。すみません。なんと不届きな。よいか、この使いっぱしりめ。奴の居場所を言わねば、ペラの名のもと全て焼き払うぞ。知ってることはもう話しました。簡単なことだ。秩序のためヒポクラテスは謙虚であらねばならぬ。ひれ伏し、技は神々から与えられたと宣言するのだ。それは患者のためにならない。仕事の邪魔になるだけです。ヒポクラテスが治癒の半身になるために秩序を乱すことも辞さないというなら、その時は神々自身が罰を下すやもしれんな。そいつから離れろ。ゆっくりだ。ヘラの女神官を脅かすのは誰だ。この私だ。さあ下がれ。神々はお前たちに機会を与えることを望まれているようだ。いいだろう。ヒポクラテスに伝えよ。公に神々への敬意を示さなければ信者の兵が向かうとな。捧げるべきものがわからないなら、あの医者には首を捧げてもらおう。ああ、言ったか。神々よ、感謝します。今度こそ殺されると思った。一体何事だ。
私はソストラトス、我が師ヒポクラテスがクレイシスに不信心と訴えられている。不信心なのか。彼は人々が健康を手に入れ健やかに暮らすには祈りでは不十分だと考えているだけだ。面白いな。彼と話せるか。残念だがここにはいない。ヒポクラテスに会いに来たんだ。アルゴリスに行けばいいのか。ああ、病人たちを助けにヘラの目の南東へ向かった。ここは何なんだ。ヒポクラテスの診療所だ。ここでは医術を学び、治療を施し、必要な処置を行う。なぜアスクレピオスの聖域にいる神官たちと協力しない。この地域はそれで有名なんだろう。神官たちは最善を尽くしているが、やり方が古いままだ。ヒポクラテスは新しい治療法を研究している。探してこよう。ヒポクラテスに会いに行くなら頼みを聞いてくれないか。ものによるな。彼に道具を届けてほしいんだ。慌てて出て行ったから忘れてしまった。どんな道具なんだ。治療に必要なものだ。探検に縫合用の糸、包帯、ああ、それに腸を洗浄するための干潮。ひとまとめにした方が良さそうだな。その件頼まれてもいいぞ。本当か。道具は必ず届けよう。ああ、助け。で、どうやって彼を見つければいい。ヘラの目の南東、パーンの洞窟の近くだ。病人の長蛇の列の前にいるだろう。頭の薄い部分を見ればわかる。本人には言えないが。で、この病の原因は何だ。痰が多すぎるんでしょうか。差し当たってはそうだな。だが放置による苦しみの方が大きい。放置？良い食事や温かい医療が大いに助けになったはずだ。だが介護人たちは彼の病気を神々からの罰だと考え放置したのだ。伝統への挑戦か。あんたがヒポクラテスだな。そうだ。そして忙しい。大事なことなんだ。それにしてもすごい人だな。そう焦るな。彼らはアスクレピオスの聖域に入れなかった者たちだ。戦が始まって以来あそこは混雑している。そして混雑が病をもたらす。アルゴスにあるあんたの診療所から来たソストラトスがこれを。忘れ物には気づいていた。ソストラトスは良い医者だし弟子としても最高だ。彼には配達料を求めたのか。いや、あんたと患者の役に立つならと思ってな。それで十分だ。見上げたものだ。名は何と言ったかな。スパルタのカサンドラ。よく来たスパルタのカサンドラ。要件は。ヒポクラテス、力を貸してくれ。あんたが母さんを助けたかもしれないと聞いた。彼女を探してるんだ。大勢の母親がやってきます。子供をヒポクラテスに見せるため一日中歩いて。アスクレピオスの聖域の神官たちを頼れ。全員の詳細な記録を取っている。頼む、ヒポクラテス。遠くからあんたに会いに来たんだ。この患者や前の患者、その前の患者もそうだ。患者には私が必要だ。だが病の覚書が奪われてな。取り戻してくれれば力になろう。急げ。この患者には時間がないのだ。ソストラトスに聞いたが、あんたには触れてほしくないことがあるらしいな。だろ。なんだ。その髪さ、いや頭か。ああ、そうとも。まったく、君はそんなことを言うためにわざわざここに来たというのか。クリーシスがあんたの覚書を奪ったのか。女神官に会ったんだな。だが彼女ではなく地元の軍の指揮官だ。必死になるのも無理はない。あの者たちは戦で疲弊しきっている。その人は昔ここへ来た可能性がある。怪我をした赤ん坊を連れてな。本当にアスクレピオスの聖域に行ったと思うか。私もまだ若かった頃だろう。手に負えないと感じた時には患者を聖域に送っていた。神官たちがそれを記録していたと。ああ、石に掘ってな。老神官に尋ねてみろ。その覚書は大事なものなのか。
心の病について記したものだ。神官が聖なる病と呼ぶものも含まれている。この患者の病だ。四肢と喉の制御を失い、口から泡を吹くこともある。次は呼吸が止まるかもしれない。覚書はどこにある？ティリンストリデだ。そう遠くない。頼めば返してくれるかもしれん。あるいは新たな戦いが始まるかもな。私とも傭兵の働き方に口を挟むつもりはないが、これだけは頼む。不要な殺しは避けてくれ。この戦で多くの血が流れた。覚書を取り戻してくる。幸運を。君は頼りだ。何をしている？ヒポクラテスに頼まれてな。あんたの指揮官が盗んだ彼の覚書を探してる。偉大なるヒポクラテスが書いたあれか。前回の襲撃で燃えてしまったんだ。何？医療用の天幕が燃えてな。だが内容は記憶してる。時間ができるか、戦争が落ち着いたら書き起こすつもりだ。なら一緒に来てもらおう。あんたの協力がないとヒポクラテスの患者が死んでしまう。私にもここの患者がいる。別のやつに変わればいいだろう。医者は私だけだ。帰ってくれ。私はここで終わるのを待つとしよう。目を離した隙に逃げられちゃ困るからな。傭兵の考え方だな。驚きはしない。なら手伝え。骨鑑紙を持ってこい。どこかのアホどもがいつも借りていく。頼みを聞いてやれば治療に来るか。約束しよう。これだな。悪くない助手だ。この手術が終わったら喜んでヒポクラテスを手伝おう。足を引きずるかもしれないが、アポロンのおぼし飯があれば全開する。向こうで会おう。遅れるな。ヒポクラテス、患者の様子は？ずいぶんかかったな。彼は死んだ。すまないヒポクラテス、傭兵の手を借りて私の患者の治療をしていた。科学は時に厳しい決断を求める。時間を取って覚書を書き起こしてみるよ、ヒポクラテス。母さんの話を聞くために神官に会いに行く。来なさい。忙しい日だっただろう。いくら強調しても足りないが、健康維持には食事は重要だ。リンゴ一つで何が変わるんだ？まあ毎日食べれば医者は遠のくだろう。さて、真面目な話をしよう。君の目的は母親探しだったな。覚えてるのか。私は若く、救い方が分からずに拒絶した。決意と落胆の浮かぶあの表情は脳裏に焼き付いている。ずっとつきまとい、これからも離れないだろう。その後、私は決して患者を拒絶しないとアポロンに誓った。この信念に生涯を捧げると、私は君の勇敢な母親に感銘を受けたんだ。母さんが聞いたら喜ぶ。私は君の母親をアスクレピオスの聖域に送った。老神官に全ての者に聖なる病の治療を施せるようになると伝えるんだ。そうすれば話せる。いろいろありがとう、ヒポクラテス。彼に会ってみる。勇士はいたか？生きたまま連れて帰ることはできなかった。だがなんとか心臓は取ってきたぞ。それではアスクレピオスは満足されない。獣は望まずに死に、心臓しかない。一つの命しか救えないな。頼むよ。あの白い牛は俺のだ。うちの農場はアルゴリスの半分を賄ってる。俺が死ればみんな飢え死にだ。お願い。夫もこの病で死んでしまった。子供が二人いるのよ。私まで死んだら誰が面倒を見るの？お金ならある。神の恵みを得られるなら対価は支払うわ。私は大丈夫。みんなで使って。誰の祈りを神々に届けるか、君が選べ。私には見捨てられる弱き者の気持ちがわかる。この少女に祈りを。後悔するぞ。容易な選択ではないな。だが決まりだ。あとは神々次第だろう。役目は果たしたぞ、神官。君の追ってる女性だが、
あったのか。彼女の聖域への訪問は伝説的だが、私が来る前のことだ。老神官のミュドンに会うといい。よく彼女の話をしていた。彼が舌を切り取る前のことだが。舌を切り取る？彼は治療をしていないときは宿泊施設にいる。使用人が付きっきりで面倒を見ているだろう。ありがとう。あんたの協力は忘れない。彼らも君の協力を忘れない。これはクリーシスがやったのよ。自分でやったのかと思ったが。彼女への忠誠を示すためよ。さて、クリーシスはなぜ老神官の舌を切らせたかったんだ。ミュドンは思いやりがあって寛大な方よ。あんたじゃなく彼から答えを聞きたいんだ。スパルタ人の女性とその子供について教えてくれ。はいかいいえしか答えられないわ。スパルタ人女性の名はミュリーネか。赤ん坊を連れていたか。彼女の子か。赤ちゃんは死にそうだった。ミュドンはその子の命のために祈ったわ。子供を救ったのか。違う。できることはやったけど、赤ちゃんは大怪我をしてたの。どこへ行くか言っていたか。聖域の神官は皆使用人と寝るのか。私は使用人じゃない。神聖な絆があるの。神聖ね。なるほど。なぜクリーシスが舌を切らせたか分かった。母が弟を連れてここに来た夜、あんたと神官は弟を見殺しにした。そしてクリーシスはその話をあんたにさせたくなかったんだ。そんなの嘘よ。あんたに何も知らないだろう。あの女に声を奪われる前に何度も話してくれた。彼は赤ちゃんを救おうとしたのよ。全力を尽くしたわ。そんなの嘘よ。死んだ。私の子が死ぬはずないわ。そうとしか言いようがない。ここまで生きられたことが奇跡だ。あの場所から落ちたのでは。そんな、そんな。ここでしてやれることはもう何もない。もう行った方がいい。ヘラの恵みある。嘘よ、二人ともなんて。彼は故郷を遠く離れたスパルタ人女性のために泣いたわ。赤ちゃんの息はほとんどわからないくらい弱かった。クリーシスはあんたの舌を切るべきだったな。私は実際その場にいた本人に聞きたいんだ。クリーシスが赤ん坊を奪ったんだろ。そして真実を隠すために舌を切らせた。クリーシスは今どこにいる。今度は私の話を聞きたいの。私を試すな。話せ。回復を願って病気の子供を捧げる祭壇があるの。彼女はそこへ行った。アポロン・マレアタスの像の近くよ。クリーシスもそこだわ。みんな癒しを求めてこの聖域を訪れるんだろう。でもここには希望もなく、死にゆく人々と舌のない神官がいるだけだ。あげく赤ん坊はイカれた女に連れ去られる。あんたらのような人間を信じるなんて母は愚かだった。クリーシスは見つけ出す。そして自分のしたことの代償を払わせてやる。クリーシスは無力な幼子とは比べ物にならない相手と対面することになる。警告だ。近づいてきてる。コスモスめ、片付けてやる。殺しの血筋のようだな。強きわし使いよ。私の家族の話をするな、蛇め。お前の母親ミュリーネが
私の子を連れてきた夜のことは覚えている。雨の中で泣いていた哀れな子、あの時子が二人いると知っていれば。だがお前は来た。ついに家族が揃ったのだ。あんたは母さんに子供は死んだと信じ込ませた。死んだのだ。小さな心臓が止まった時、彼女はどんなに泣いたか。だが私は世話をし、この祭壇にあの子を置いた。命を救うよう神々に叫び、それが届いた。私の弟に一体何をした？命を救ったのだ。苦しみを教えることでな。痛みを知り、それを給油のように受け入れる術を。そしてあの子は今、ギリシア中にその痛みを教えようとしている。よくもそんな真似を。まだ赤ん坊だったのに。生き残る方法を教えたのだ。この残酷な世では力を持つか死ぬかだ。だから私は力を与えた。あの夜、母さんはどこへ行ったんだ？無様にコリントスの丘へ向かったぞ。商人が連れ戻す手はずだったが、早く見つけ出してさらなる子供を渡してもらわねばな。槍で貫いてやる。あんたがもたらした苦しみを思い知れ。この世は苦しみに満ちている。デイモスには対処できる力を与えてやった。お前の母は軟弱で、祭壇の豚のように神々に泣き言を言った。私の方がよほど母親らしい。お前の母親にもふさわしかろう、わし使い。これは私の家族を超えた問題だ。あんたとコスモスはギリシアを破壊しようとしてる。あんたは苦しみをもたらすだけだ。苦しみというか、お前は血にまみれ私の命を脅かそうとしている。お前は殺人者だ。弟と同じだ。ほら見せてやる。この汚らわしい蛇め。私を蛇と呼ぶが、お前は今夜二つの命を奪った。幼子と私の命を誇りに思うぞ、我が子よ。モントたちが一人残らず、私の槍の餌食になるまで止まることはない。あんたらは歴史上から消え去るんだ。私が全て片付ける。これは私の母さんとあんたが壊した全ての家族の分だ。時々自分を見てるような気になる。カサンドラ、よく戻ってきた。こんな光景見たことがない。疫病で死んでいない者は通りで暴れている。はびこる死すら序章に過ぎない。我々を苦しめる者をあまりにも長く放置しすぎた。クレオンだ。こんな時にどうして奴の心配を。奴が支配すればアテナイを世界の舞台に引き上げた自由や繁栄は失われる。私の言葉を実行に移すその時が来た。何？それは時期にわかるだろう。ヘルクレスは病んだ。これを責めてはいけない。こんなところで会うとは。大勢の人間を狂気に陥れて一体何のつもりだ。これか。大したことじゃない。
私がアテナイに栄光を取り戻してやる。アスパシア。カサンドラ、アテナイに戻ってたのね。アテナイがひどいことに、私たちの築いた世界が崩れていく。厳しい状況だが、まだ死んじゃいない。そうね。でもペリクレスが築き上げたものは全て壊れた。壁の外は無秩序よ。みんな人間らしさを失ってしまった。話をしに来た。母について分かったことがある。名前や船のこと。今はそんな時じゃないわ。ペリクレスの容態は深刻よ。私にも会わず、ヒポクラテスも部屋に入れようとしない。パルテノンに行きたいとばかり言ってるの。ペリクレスは強い男だ。きっと病気とも戦える。ボートを見たでしょ。身を守るなんてできない。名誉もなく死んでしまう。彼が病に伏せる前から市民は彼を知ってる。市民に発言の機会を与えた彼の功績が守りになる。ペリクレスには治療が必要なの。私は会えなくても彼はあなたを尊重してる。会ってあげて。やってみよう。そうしてくれたら、あなたのお母様の話をしましょう。今はあなたの助けが必要なの。試す価値はある。アスパシア、私の光を言ったはずだ。カサンドラだ。そうか、入りたまえ。決まりが悪いな。君にこんな姿を晒さねばならんのは。いつも通り健康そうだ。アスパシアにそう言ってくれ。心配をかけたくない。薬を持ってきた。ああ、そうか。普段はポイベイが届けてくれるのだ。私はまだ生きているが、この町はもう終わりだ。闇が再びか。今となってはクレオンのものだ。この状況は彼に何とかしてもらおう。この目で様子を見てみたい。ロダイへ行こう。変わってしまったな。死と直面するためにまっすぐ立つこともできない。ヒポクラテスに見てもらえばすぐに良くなる。時が来たのだ。疫病は誰にも平等に訪れる。失望させてしまったアテナイを、市民を、アスパシア。そんなことがあるものか。君は優しいな。だが私は負けた。アスパシアには守りが必要だ。アテナイにも。女神アテナには十分尽くしたと思ったが違ったようだ。私は町に出なければならない。ダメだ、襲われるぞ。クレオンはボートを野放しにしてる。クレオンにこんな姿を見られなくてよかった。神々に感謝できるのはもはやそれくらいだな。神々がアテナイを見捨てたのは確かだ。今やここはまるで冥府だ。アテナイの運命は決した。あとは見守るしかない。中に戻ろう。休んだ方がいい。いや、パルテノンに行く。アテナイにおける私の最大の功績だ。神々の恵みは必要だ。なのにアスパシアは。アスパシアは正しい。ああ、大抵はな。今回は違う。ああ、中に戻ろう。ありがとう、カサンドラ。アスパシアに私はおとなしく薬を飲んだと言ってくれ。ああ。別に会ってきた。文句を言わずに薬を飲んだよ。ありがとう。どうした？まだポイベイが戻ってないの。通りの人混みの中にいるのを見た。使いに出したのか。連絡船のことでアナスタシオスのところへね。ペリクレスが治ったらアテナイを出る。仕方ないわ。その結果がこれか。きっと大丈夫よ。疫病がはびこってる。通りを見てないのか。ポイベイはまだ子供だぞ。あの子を信じて。私の若い頃よりもずっと強いわ。コスモスがアテナイにいるとペリクレスに伝えたのに。危険すぎる。コスモス？
病気のせいで言ってると思ったわ。あの子を探しに行く。アナスタシオスの家はどこだ？ペリクレス劇場の向かいよ。わかった。こいつはひどい。一体何があったんだ？デイモスは脅迫を実行してるようだ。ポイベイがいなくてよかった。無事だといいんだが。残酷なことを警告のつもりか。全ての母よ、祝福を。すまない。カサンドラ、大丈夫か？アスパシアに話がある。先にペリクレスを探そう。行方が。そんなの知ったことか！アスパシアは今どこにいる？カサンドラ。すまない、ポイベイが。アスパシアはペリクレスを探しにパルテノンへ行った。そこだろう。一緒に行った方が良さそうだ。ああ、私もそう思う。カサンドラ、早く。ペリクレスが中にいるかも。一体どうしたの？ポイベイが死んだ。あんたがあの子を使いに出したせいだ。そんな、違うわ。ポイベイが行きたかったのよ。大丈夫だからと言って。子供の話を信じたのか？ポイベイのことだから止めても聞かなかったでしょう。どうしようもなかったわ。どうしようもない？あんたが送り出したんだ。守ってやれたはずなのに。ポイベイはペリクレスを守るために言ってくれたわ。知ってるでしょ。あの子は人助けを望んでた。誰よりあなたを助けたいと。ああそうだ、あの子はいつも他人のために自分を犠牲にしてきた。そして自分を犠牲にする者は誰よりも称賛に値する。あの子は歴史とした英雄よ。そう言ってやりたかった。アスパシア、いたか？ペリクレスはどうした？中で祈ってるはずよ。安全な屋敷を拒んでまでね。広場では事態が悪化している。狂気の沙汰だ。とにかく話は後だ。今はペリクレス。行くぞ。お前が作ったものは全て破壊してやろう。アテナイは俺のものだ。ペリクレス！
邪魔をするな。全て失ったわ。立派な男だった。おそらく私たちが知るよりも。彼女をアテナイから出さねば。私の船がある。行かなくては彼の死を無駄にはできない。ええ、私から離れるなよ。止まれ。クレオンから誰も出すなと命じられてる。それからアスパシアを連れてこいと。私は行かない。離れろ。奴らを行かせるな。始末した。行こう。カサンドラ、私たちはここに残る。何？どうして？やるべきことがある。アテナイの人々を見捨ててはいけない。アスパシアはお前が守れ。アテナイのことは任せておけ。クレオンがしたことは見てきたはずだ。同じ目に遭いたいのか？反証する者がいなくなれば。反発する者もいなくなる。この地は私を必要としている。本気だな。アテナイ人として生きてきたのだ。アテナイ人として死ぬ。それなら二人に頼みがあるんだ。ああ、いいぞ。ポイベイのことなんだが、埋葬してやってくれないか。ああ、最大限の敬意を払おう。頼む。行きましょう、カサンドラ。二人ともまた必ず生きて会おう。当てないから遠ざかるほどに静かになる。平和であるかのように。でも違う。すまない、アスパシア。ペリクレスとアテナイのこと。あなたは何も謝る必要なんてないわ。みんなを失望させたような気がする。行くのが遅すぎた。正しい決断を下せなかった。あなたのせいじゃない。悪いのはコスモスのモントよ。ポイベイのこと。ええ、ごめんなさい。ポイベイのことは私の責任だった。そばに置いておくべきだったのに。私の過ちよ。いや、謝りたかったんだ。あんたのせいじゃない。悪かった。あれもコスモスが犯した罪よ。どいつもこいつも
殺す前に命乞いさせてやる。その時は来るわ。でも今は未来を見ましょう。行く当てはあるの？あんたに教えてもらおうと思ってた。そうよね、例の女性。フェニックスだろ。船の名はセイレーンの歌。フェニックス、名前は知ってる。彼女の船がナクソス島に停泊したと聞いたわ。ではナクソスへ。フェニックスに会おう。